青かなヘ蛇は、爬虫高有林木とか毛蛇木金蛇格差金蛇、族に分類されるトカゲ。日本固有種全長20から28センチメートル。尾は長く全長の3、4を占め、この尾を草や枝等に巻きつけることにより低木等に登ることもできる。体色は、青ではなく鮮やかな緑色だが、変異があり、褐色の個体もいる。体色は、 草の中では保護色になる。粉炭から胴体の側面、尾の付け根にかけて白い縦縞が入る。頭部は日本家の蛇に比べやや糞が長く相対的におもな長である。背面の鱗は大きく筋状の盛り上がりが入る。太もも部内側の鱗にある穴は一体。オスは白い縦縞に加えて褐色の縦縞が入る。平地や低山地の草原、森林。 農耕地や民家地格等に生息する。食生は肉食性で、昆虫類、節足動物、ミミズ等を食べる。繁殖形態は、卵性で3から8月に1回に2個ずつの卵を数回に分けて産む。オスは、メスの頭部や頸部に噛みついて、交尾を行う。絶滅の恐れのある地域個体群ペットとして飼育されることもある。環境破壊や、 それに伴う昆虫の減少で生息数が減少している。ありがとうございます。